おはようございます。ティレット申します。エグリマティアス2モナクスイヤーやっていきたいと思います。噛まずに言えたなまあこちらのゲームはですね、前回実況しましたトトトさんのエグリマティアスの続編です。一応時系列的にはこのエグリマティアスの、まあ、エンディング後の世界となっております。でこのゲームが出たのがね、エグリマティアスの2年後ということですねスッとできたからいいんですけど、まあ僕もね、いや楽しみだな。なんだかんだねエグリマティアスやってもう1週間も経たずしてね、2をねあるじゃんってなってダウンロードしてね、今日やろうと思います。じゃあ今日どんな感じなの。前回もねなかなかもう僕も大好きだった展開だったからね、ちょっと楽しみにしてます。レッツゴーニューゲーム。あ、マウスじゃないんだ、これゲームパッドなんだよねそうそう、全くもってねマウスじゃないからな、まあ、丁寧だわ。あ、キーボードね、操作、うん、だからうんそう、多分キーボードめっちゃ丁寧なんだよな。あ、主人公、ミコの名前を決めてください。今回はねどうやらミコって書いてあるから、おお、あ、口、あ、やっぱ今のご時世だからねマスクもしますよねミコってことはなんだ、まあ、あ、今回は何、モナクって書いてあるけど、あ、今回はねちゃんとしたなんか何、正統派ヒロインと言いますか、ヒロイン、これ女の子だよね、パッと見マスクしてんなえ、じゃあ自分ティラだとちょっとね、僕はティラだとまあいろいろとなんか弊害が生じるんですよ。やっぱティラって一応オスでやってますんで僕。なので、ああ、間違えた、アンになっちゃった、アンちょっと待って、はい再起動しまして、アンにしちゃうとちょっとアンアンしちゃう女の子はちょっと嫌なんで、僕もアンラというね。で、勇者の、勇者って書いてあるじゃん。いよいよ。あ、今回はね、皆さんちょっと前回はちょっとね、主人公がダークな感じでしたけど、今回勇者とミコって書いてありますね。勇者、アスラ、ラルフなんだよな。やばい、ラルフだ。すっげえラルフなんだよな。じゃあ、ティラッチにしよっかな。前回ティラ君があのようなね、もうね、村の人たちをね、どん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 切り捨て、もう、切り捨てごめんもええとこですからね。今回ティラッチということで、はい、今回ティラッチです。ティラ君じゃないです。オッケー、うっ、ごめんなさい、本当にごめんなさい、こうするしかなかったの。あなたには酷な運命を背負わせてしまう、許してね、こんな愚かな私を。私はあなたを愛しているわ。なんだ今回は、すごいラブコン、なんかラブな感じから始まったぞ。前回はね、お、現れよ、太陽に選ばれし勇者よ。うわー、このドットの背景もいいよね、やっぱ。このね、MV ながらでも、この、ドットのさ、打ち込み具合やばいね。ん?ここはどこだ?俺は確かトラックに引かれて。すっげえ異世界転生してきたじゃん。じゃあもうトラックに引かれたら異世界転生してるやつじゃん。おお、勇者が召喚されたぞ。勇者なんだね、一応本当に。あ、待って、この曲聞き覚える、この曲ちょっと聞き覚えあんな。ついに時は来た、異世界からよくぞ参られた我らの救世主勇者よ。この世界は魔族との戦いで滅びに向かっている。魔王を倒すべく魔王女に向かってもらう。へえ、なるほどね、異世界転生ってやつだな。俺はこの世界で勇者なんだな。だったらもっと丁重に扱いよ。俺は救世主で勇者なんだろ、もちろん褒美あるんだろうな。そうだあ、チラッチあかんわ。チラッチもなかなかちょっと欲望にまみれとったか。無事に魔王を倒せたら我の王の座を継承しようね。この世界は、とは、まあ、ちょっと言わないでおくわ。前回のね、エグリマティアス城はね、まあ、魔王に支配されてしまったんですよ、結局のところ。端的に言うと。なんで、まあ、今回はその魔王を討伐しに行くってことだね。そう来なくっちゃ!で、
魔王を倒すのにそのやめとけやめとけ、ダウン50ゴールドと銅の剣だから。あーなるほどね、戦争により資金なんでこれぐらいしか、50ゴールド銅の剣、いや竹槍か、釣り竿か。おお、鉄鎧鉄の剣300ゴールド、まあまあまあいい方だいい方だ。うん、いきなり50ゴールド持たされてね、竹竿なんかで戦う勇者もいるからね、もう大丈夫大丈夫。しけてんなぁ、 RPG の王ってのはやっぱこれパチで読みできねえのか。顔顔面白いなお前。王様に無礼だぞ、うるせえ、俺はこの世界の救世主なんだ、偉大な存在なんだ、手順に扱え、うやまえ。勇者様、この子をお供にお連れください。この子なんだこいつ、気持ち悪いやつだな。え、あ、この子は巫女です。王の巫女がいたんだ、一応この世界に。あなたは魔王女を導いてくれるでしょう。言葉を話すことができない、あ、そうなんだ、あ、酷な運命ってそういうことなのかもね。あ、なんでこいつもっと口元、まあコロナ禍だからかじゃないよね、ぐるぐる巻きされてんだ、けっ、弱々しい見た目せえし、どう見ても足手まといの匂いしかしねえけどな。ずいぶんなんか偉そうな勇者だな、これはこれで。なんかもうちょっとなんかね、記憶ないとかそうじゃないんだね。ま、俺もこの世界に来たばっかりし道わかんねえ、しっかり案内しろな。あれ、微笑むお辞儀をする、あれこっち視点、あれ巫女視点になってるね。お辞儀をしよっかな、巫女、ま、てかアンラって名前つけちゃったけど、ま、微笑むにしよっかな。ふん、まあいい、魔王を倒して俺がこの世界の王にやってやる。とにかくさっさと出発しようぜ。まずは精霊四天王のここに向かってください。そうですね、あぶれあぶれ、そうですね、はい、この実況から見る人もいるからね、ちょっとそうだねっていう言っとくわ自分は。そうですね、あの魔王の四天王になってんだよね、四天王を倒、精霊四天王は倒されてしまいました。そうだね、でもマリコと、あ、力になるはずですってことか。四天王とか王道帝がね、いいぜやってやる、さっさと俺を連れてきゃ、口なし野郎、名前で言ってあげたらいいのに。まずは南に向かいなさい、南の砂漠に向かうのです、そこに祠があります。精霊の力はそこ、力が残ってるってことになってんだね、まあ倒されたからね。あ、今回は町か、よかった、前回はちょっとね町に入れなかったんですよね、今回はね、まあね、ちょっと王道感あるな、よかったよかった、ちょっと安心したわ、もう町の娘切るとか町の女切るとかないんだね。町の宿で集めなさい、はい、ありがとうございます。おお、やってみよう、セレマンをさっさと倒してやるぜ。さあ冒険の始まりです。あ、これはもうね、この前もそうだね、ゲームね、戦闘を負けたら強制ゲームオーバー、力に戻されるんでね、でどこでもセーブなんでね、はい。そうしないとゲームオーバーになった時に再び名前せ、このオープニング再び名前になります。言い方そんなめたく言わなくてもめっちゃ言うやん。白い街に見えて声を聞いてください、街の間で鏡を見て、どういうこと、紫の男の声を聞いてください、めっちゃ言うやん天の声、そんな丁寧に言わんでもわかるべや。あ、じゃあ、あ、動けんね、じゃあ、あ、おー、今回はこんな感じか。今回はこんな感じですね。アンラとティラッチ。口を封じられたもの。口封じの包帯、巫女の服。あ、こうやって、異世界のカナと一緒。あ、ちょっと待って。HP とかにだいぶ差があるね。魔法型？あ、ほんとだ。ピキが、あ、前回のね、技だね。スコッタもあるね。闇の魔法があるね。ちゃんと。そっか。前回の、魔法がそのまんま。で、ティラッチは、あ、こいつは戦士タイプってことか。並べ替えとかはできないんだよね。オッケー。じゃあ、一回戦闘してみるか。ここからか。まあ、前回も見たマップだな。あ、紫の男もいるね。南に、あ、来た。あそうか。二人になったことで、敵も二体になったん、キチフラワー。キチフラワー。うん、ちょっといろいろと突っ込みたいところあるが、でも今回全回復ができるからガンガン使ってっていいよね。お、いいね。スコッタを放った、闇の魔法スコッタ、あれ基地札はちょっと弱くなった、あ、弱くなってる。お、町もあんね、町に着いたぜ。宿屋行きの体力は回復するんだよな。あ、100ゴールドでもさ、うる、高えよ、俺は勇者だぞ、この世界の救世主だぞ、王から来ねえのか、ただにしろ。ひー、申し訳ない。
そうだそうだ、当然の待遇だ。ちょっと威張りすぎだけどな。え、鏡の中に赤髪の男が映っている。いやー、異世界から勇者が来てったのを聞いてるけど、なかなか大物やつだぜ。魔王とは別のビクトリオンボだ。ウケるん、なんだお前、俺が見てんのか。あ、これ見越してんだ。そうか、基本的に見越してになってる。鏡をペタペタ触る。やめろ、気色悪い。俺はここから出られんな。好き勝手に触るな。俺が見えるってことは、お前もこっち側の人間なのか。まあいいや。鏡ってそういうこと？宿屋の。俺の名前は、強熱。鏡の先生。だから言ってたんだ。街の鏡には触れましょうって。あ、お前喋れんのか。じゃあ俺から一方的に喋るわ。ま、暇つぶしのなんじゃね？よろしくだぜ。おい、鏡に立って何してんだ。何の手、見つぶない鏡だろ。そんなに自分の見た目が気になるのか？確かにその口に負けたらもう変だけどな。あー、物資不足でろくなもんがない。世も末だな。人間町がこんなに貧しいなんて。くそ、なんで世界転じてしまったんだ。見えないんだ、勇者は。召喚された勇者は見えない。でも巫女は見えるんだ。なるほどね。どうもどうも。あれ、この方は前作にもいた。ごきげんよう、勇者様と巫女様。魔王と没の冒険、お疲れ様です。なんてね、うえへへ。お前は肌の色がキモい。まさか、まずっか。えへへへ。噂に聞く横暴な勇者様、元気よくてよろしいですな。私はスキヤと申します。ぶっちゃけた話、魔王様側近です。あ、そっちのエンディングになってんだね。エンディングが2つあって、まあ言っていいのかな、これスキヤがね、生存するエンディングと生存しないエンディングがあったんですけど、生存するエンディングの方なんだね。な、俺たちを殺しに来たのか。まさかまさか。私は戦いに来て進むは好きではないんです。それより商談に来たのですよ。商談？私はかつて商人をやってましてね。うん、政治は魔王様が好き勝手やってんで、私は暇なんですよ、正直ね。やっぱり、商人は私の天職。入社様方も私の商品を見ませんか？誰が敵の話に乗るか。無能人間の偉大なる勇者様に大した装備も与えずに冒険に駆り出したのでしょう。私のお店の商人はいいもの揃い。冒険を続け、魔王様を倒すことが目標なら、ここで良い商品を買ってくら利口ではありませんかね。それも魔王様さ、そうだよね。普通に考えたらさ、その、このスキアが生存するエンディングだったらさ、その必要性ないような気がするんだけどな。物売りは完全に私の趣味です。あなたたち無害なのを約束しましょう。買ってもいいんじゃないかなと頷く。あの商品が買いたい。まあ、なんか完全にもうアンラ視点なんだな。まあ、スキヤは、でもどういう展開になっていくんだろう。あの商品を買いたいと指を指す。そうか。それで商品見せてみろや。交渉成立ですね。今後ともごひいきに。通行の邪魔になれる場所にいることに定評がある商人ですけど、私のことすなんてね。南に行けって言ったら偽に行けないのはそういうことだな。マジで邪魔だ、どけよ。おお、や、私は施設に当選もしてるんですよ。そうだよ。もうこれ前回も言ったけどさ、勝手に西に行ってさ、キミラとか鎧の騎士とか影の騎士にさ、フルボッコにされちゃう。これも同じこと言ってるよ。この橋の渡りは西の大陸に行けるわけですが、あなたにはまだ早いってことですよ。強い魔物も人間もたくさんいますからね。今の私たちが西を敗北しても、雑魚魔物にすら敗北するのは目に見えてるんです。そうだね。もうその、なんだと喧嘩売ってんのかてめえ。いや、お前はその世界線を知らないんだよ。だったらまず、この東の二つの祠、二つそうだね。土の精霊と炎の精霊。強いのを証明したいならサクッとボコっちゃってくださいな。そしたら、すんなりと滑らかに西の大陸に通してあげますよ。仕方ね。早く二つの祠に行くぞ。お寄せていけ、巫女野郎。で、これで買い物ができるわけだね。あー、いろいろあるな、こうしてみると。魔法型であるアンラはこれが必要だしね。ちゃんと売るんだな。あ、
今回も回復アイテムあるか。あ、今回はあれだね。二人パーティーだから戦闘不能から蘇らせってのもあるんだね。オッケー。じゃあ、まあ、前回通り、ちょっとレベル上げと資金繰りして、まあ、揃えて、って感じだね。王道に行きましょう。そんなにね、ちゃんと揃えば、そんなね、難しいゲームではないんで。どっちかといえばストーリーを楽しめるゲームだからね。あれだね。モンスターは前回と同じ感じなんだね。まあ、まあ、世界観的には全くね、何も感じないというか、うん。前回のね、魔物がそのまま、だから、その後の世界線だから、もう間違ってはないな。基本的には2対2なんだね。さあ、ここの宿屋も泊まれるってわけだ。言っちゃえば。ああ、休む全回復。まあ、休む。休むして、あ、ちょっと待って、もう一回ね、鏡見るが欲しいんだよね。やっほー、俺だぜ。旅重症か。勇者応募か。そら結構。紫の男になったか。魔人の勝利なんだけどさ。魔族のくせして人間情があるんだ。情があるんだ。あいつどこにでもいるように見えるし、何人でも、いや、いたよ。何人でもいるように見えるけど、めっちゃそういう話なんだぜ。それ前回も言ってたな、そんなこと。あいつ逃げることは得意だからね。え？逃げて逃げて、今に至ってる奴だし。今もきっと逃げてんだろうよ。何から？いろんなものかだよ。弱いからな。お前は口を、あいつは目を隠してる。案外、隠せるものし、なんかやるんじゃね？なんてな。何鏡のぼんやりしてんだ？あー、それにしても、もっと派手に魔法使いてえな。もっと派手に敵を倒してえな。今のとこちゃんとね、なんかどっちかが本当に戦力になんないのかなと思ったけど、そんなことはないね。普通に二人でね、コンスタントに与えれば勝てると思うんだけどな。魔物を倒すなんて結構地道な作業じゃね？魔物を次が次へと湧いてくるしよ。ま、アルビジョンってそんなもんか。面倒な世界に転じてしまったな。ま、いっか。暴力が合法なんだからな。なんか嫌な予感がしてきたな。まずは南に行けと言われてたんですけど、やっぱり、北に行こうとすると、いらっしゃいました。やっぱりあれだね。ちゃんと邪魔してくるんだね。瞬間移動してるらしいですよ。多分僕は思います。何も。あぶれ！あぶねえ！危ないな。ギリギリやったか。あぶねえ、あぶねえ。一瞬やばいと思ったもん。あぶねえ、あぶねえ、あぶねえ。あぶねえ、あぶねえ、あぶねえ、危ない。あれだね。なんか HP バーとかもちょっとさ、ちょっと変わってて、前と全然なんか、UI が違うからさ、すごいね。やばい、この世界観好きだわ。やべえ。やめつきになりそう。まあ、炎の祠ですね。前回の作品では地の祠が一番最初だったんだけど、炎の祠です。あ、ボス戦になりますって言うんだね。はい。ここは精霊の祠か。早速やることやろうぜ。力が残ってるって言ってボス戦になるってどういうこと？あ、光が湧き出して、その光が襲ってくるんだ。魔力は残ってるから。うっ！火の精霊の悲観。うわぁ、怖いよ。あれじゃん。前回はさ、なんか可愛かったのに、ドットだから。それが、すっげえ願ってるもん。そうか、前の世界だから。前、あんな風に倒されたから、こんなことになっちゃったんだ。うわ、怖って思ったもん、一瞬。やべ、怖って思った。まあ、とりあえず水効くでしょ。オッケー、弱点属性取れてんね。で、先制取れてる、ティラッチがね、食らう分には大丈夫だけど、このミコであるアンラが食らうときついね。あ、毒をかけた。毒も効くんだ。あ、でも弱点属性取れてんなら大丈夫だ。あんだ、ちょっと危ないよ、それ。まあ、先制取れてんなら回復へ間に合うはず。オッケー。敏捷性ちょっと怖かったけど。よし。で、タラサ、騒動の連打で勝てるはず。オッケー。スパッといけたね。僕はね、自分の運命を憎んではいない。魔術師四天王のみんなは仲が良かったからね。
とても楽しく過ごしたよ。肉体を奪われ、精霊にされて魔王府に使われた時はそりゃショックだったけど、魔物みたいな自分の姿、思ったより嫌いじゃなかったかな、なんてね。そうだよ。前作では魔王を封印するために、人間を魔物に変えて四精霊にして、それで魔王を鎖に打ち込めたんだよ。でも、結局殺されちゃった。僕の存在意味って何だったんだろう。結局世界は滅びに向かってる。なんだかとても虚しいや。かわいそうな子。君は、自分の存在意味を見出してるかな。あ、で、四天王の力を手に入れるんだ。なるほどね。そうだよな。悲観って書いてあったもんな。前作やってるとめっちゃわかるんだけど。やばい。鳥肌がすごいぞ。アンダーイグニスを覚えた。なるほどね。こうやって技も覚えられるわけね。ホティアの霊魂を手に入れた。お！力がみなぎってくる。これが精霊力か。すげえな。よっしゃ。この先をどんどんやろうぜ。四天王なんてどんさっさと片付けてやるよ。ん？何ぼんやりしてんだ？もうこんな何もないでこう去ろうぜ。俺は早く魔王を倒して王になりてえんだ。これは？ああ、なるほどね。後ろからもう言われんのね。そっかー。前回の、あ、待って、霊魂。君は自分の存在意味を見出してるか。少なくとも、俺は見出してない。